こんにちは、上質旅クラブババアです。ジジイです。今回は1931年に誕生し2010年ゆい旅をテーマにリニューアルした鬼怒川温泉ホテルさんをご紹介いたします。自然の美しさ鬼怒川、躍動感あふれる活気あるエンターテインメントビュッフェでいただく絶品の数々のお料理、木造りと石造りの趣の異なる大浴場を楽しめ、貸し切り風呂では家族やカップルでリラックス、ウェルカムドリンクやお菓子に旅の疲れも癒されて、ウェルカムベビーのお宿なのでお子様連れの方にも安心。日本最古のリゾートホテルをルーツに持つ、大切な人との絆を深めるゆい旅をテーマに、そんな鬼怒川温泉ホテルさんをご紹介いたしますので、ぜひ最後までお楽しみください。ホテルに行く前に駅前にある金谷貸し本舗に寄ってみます。2022年8月にオープンした金谷貸し本舗はオリジナルの焼き菓子が並び、カフェも併設しており、飲食やランチが楽しめます。人気なのが黒ランタンなんですけど、何これ、レーズンとあのチョコレートのお味なんですが、こちらはレーズンになってます。まずここで、はい、こちらになりますね。鬼怒川温泉駅からは車で約5分、電車の方は駅からはバスが出ております。お車の方はホテルの前まで行くと係の方が駐車場まで車を移動してくれます。1931年創業の金谷ホテル観光グループは、東洋と西洋のホテル文化を継承しながら、創業時から今も変わらず私たちをもてなしてくれております。チェックインは3時、アウトは10時です。夕食の時間は6時から9時、チェックイン時に時間を案内してくれます。館内の詳細を丁寧に説明していただきました。ホテルから駅までのバスの時間は決まっております。予約制ですのでお早めに。ロビーの階は2階になります。まず2階を見ていきます。 SL です。お子様は後ろに乗って写真撮れますよ。お子様用の浴衣です。サイズ感が分かるようにかけてあるのは助かりますよね。和モダンな雰囲気のロビーラウンジ、ウェルカムドリンクがいただけたり、イベントが開催されます。夜はラーメンなどがいただける夜食どころになるそうです。ラウンジの奥には喫煙所がございます。喫煙所はこちらと3階宴会場の2カ所のみです。鬼怒川温泉ホテルさんは、にぎわい文化の遊楽館と湯治場文化の湯の町館、
そしてロマン文化の懐かし感に分かれております。今回私たちが宿泊するのは湯治場文化の湯の町館になります。お部屋は有楽館湯の町館懐かし館全162室です。私たちは湯の町館和洋室6階621のお部屋です。これが男性が緑、緑です。で女性がピンク、柄は一緒かな？一緒。これがナイトウェア。やめて。七分丈の。そうそうそう。で胸元にはネーミング。鬼怒川温泉ホテル。一緒くるに回りましょう。パッってやるんでしょ？ありがとうございます。これ一個ずついいですか？すいません。ほらほら、美味しそう。すごい。ごまのあんこのきなこ餅。ごまのあんこのきなこ餅。もっちりしてて口どけもいいんで。美味しそうですね。いただきます。こちらが塩バターせんべいになります。塩バター。最高ですね。あ、はい、これも食べたい。あ、ありがとうございます。はい、ください。一つずつお二つで。あ、一個でいいです。一個でいいです。食べ過ぎちゃうと。そう、食べ過ぎちゃう。ありがとう。うん、一つでいいです。まあ、ご丁寧に。ありがとうございます。すいません。すごい、こんなもらってきちゃった、ね、おまんじゅうちょっと開いてみて。まんじゅうね、温泉まんじゅう。温泉まんじゅうです。つやつや、おいしそう。あとあと熱いよ。まず乾杯から。あ、乾杯からね。ちょっと待って、ちょっとこれお菓子飲んで。はい、はい、じゃあ乾杯。あー、おいしい。なんかきめ細かいよ。おいしい。
美味しい。おまんじゅうですね。おまんじゅう食べて。はい、ちょっと熱熱熱熱。ごまはごまじゃない。こしあん。あんこはこしあん。あ、いいね。こしあん。いただきます。うん。美味しい。王道の温泉まんじゅう。おいいね。美味しいです。ほら、お土産屋さんに売ってんのかな。お土産屋さんに売ってんじゃない。お美味しそう。ほらほら。ちょっとかじってみ。ちょっとかじってみね。美味しそう。黒ごまだ。そうそうそう、美味しそうだなと思って。美味しい。ちょっと食べてみていい？いい？ちょっとでこれ、ね、バニラソフトクリームです。ちっちゃいのね。うん、ちっちゃいのね。すん。オッケー。オッケー。チーのやつで持ってきた。チーのやつ。うん、食べてバニラソフト。いいですか、うん。これもね、無料よ。そうなんだよな。さっきから全部。濃厚。じゃあちょっと私も。ベリーネクリ。すごい美味しいよ。ね。美味しい。美味しいじゃん。なんだ美味しいの。すごい美味しいよ。だって私も食べれる。ね。ここで鬼怒川温泉ホテルさん館内情報です。ウェルカムベビー認定のお宿なので懐かし館には赤ちゃんルームとキディルームがあります。赤ちゃんルームの専用備品の一覧です。こちらはキディルームの専用備品の一覧です。懐かし館4階にはプレイルームもあります。お子様連れの方には嬉しく安心のお宿ですよね。また売店にはおむつも売っておりましたよ。特定日のみになりますが、室内プールもございます。リフレクソロジー足つぼと麻雀ルームもございました。2階売店花神楽。ホテルオリジナル商品や地元名産品を扱っているお土産どころ。定番の温泉まんじゅうなど菓子類をはじめ、地酒や小物など多種多様な商品が揃っております。こちらはお部屋に置いてありましたよ。
これすっごい可愛いね。どれがいい？なんかどれも食べたいね。ほら書いてある秋のやつ。川エビとか、あと栗。いいよね。ちょっと何品かさ、これがいいんじゃない？これね、ピスタチオ。ピスタチオじゃない？パックにね。なんだっけ？銀なんだ。大好きなみょうが、みょうが、みょうがときゅうり。と私はね、アナゴですよね。アナゴちゃんをお願いします。じゃあいただきます。はい、アナゴ とママカリって何？ママカリ食べよう。ママカリとナスじゃない？あ、ちょっと待って、先にエビ。エビね、はい、失礼しました。エビとナス。ナス、こっちのトングでいいのかしら。言うことナスで。はい、じゃあ手前からいただきます。これどうですか？ほら、いいね。可愛いでしょ。はい、いいです。はい、一枚ください。お願いします。お願いします。すごい、わあ、ありがとうございます。すごい。あ、じゃあこれ、私よ、西洋わさびと妖精わさびって落としちゃったで、ドレッシング、ドレッシングです。ペッパーソース、ペッパーソース、ちょっとだけかけて、はい、いいの？うん、ちょっとでいいです。ピザは？ピザもです。何しますピザ？私はマルゲリータがいい。すいません、マルゲリータお願いします。お一つで。はい、はい、あ、そか、時間かかるのか。うん、あ、わかりました。ありがとうございます。
ていただいてもいいですか。いいですか。はい、お持ちいただいて。すいません。下に10分ほど蒸らしていただきます。わかりました。了解です。これじゃあ下にするね。あ、下危ないから。よいしょ。うなぎ、うなぎです。はい。お酒いきましょう。これもすごいさ、冷たいよね。そう。飲み放題のグラスこちらです。よく冷えてますよ。はい。いいの？うん。ちょっと待って。あ、何これ。塩ほのかもこれ飲み放題なの。え、これ飲み放題なの。いや、これですよ。結構ね、ちゃんとしたお店しかね、ないやつだよ。じゃあいい？うん。ちょっと待って。はい。お願いします。来た。来た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 。これ美味しいんだよ。嬉しい。ね、これね。ここで飲めると思わなかった。これね、一杯結構いい値段するんだよ。そう。うん。まず最初はね、この最初は何？何？酒の当て的な。当てね。うん、私これだって嬉しくてびっくりしちゃった。びっくりした。ね、飲み放題に入ってんだよ。じゃあとりあえず乾杯だよ、ね。乾杯しましょう。美味しいやつ。乾杯。白黒か。うん、ああキリしてる。おいしい。なんかさ、軽い感じするけどしっかり味あるし、のど越しいよ。そう、マジでうまい。おいしい。じゃあ私は、うん、ビールに合わせてまずはピクルスのみょうが、ん、いい。あ、大きいの食べちゃっていい？いいよいいよ、どうぞ。いただきます。どうぞ。どうよどうよ。うん、音聞こえる？うん、聞こえる。おいしいだよね。うまそう。そんで、うん、ビール。ビール。うわ、うわ、いいね。ごくごく言っちゃう。これ秋の小皿のとこに、あれすごい可愛かった、色とりどりで。色々いっぱいあったんだよね。悩んじゃったよ、ね。悩んじゃった。どうぞお好きなの。いいですか。これ食べてみますね。うん、里芋かな。里芋っぽいね。うんうん、味噌田楽。味噌田楽美味しい。うん、まっ、かわいいし、ね、これからのビール。湯葉、まずは。あ、湯葉、うん、これね、いいね。やっぱ栃木行ったら湯葉ね。そうよ。うんうん、うん、美味しい。うわ、あ、これ後でまたもらっていい？うん、いいよいいよ。食べて、湯葉うまい、美味しい。美味しそう。うまいって言っちゃった、うまいって言っちゃった。じゃあおでん。はい、おでんを行きましょう。これは、これはこれだよ。湯葉飛竜と昇竜拳みたいな感じ、うん、で大根と、大根と天ミーグ、天ミーグとオールでいく。オールで、うん、オールでオールで、うん、で、はい、おつゆをちょっと、はい、マグロ2ついただきます。美味、うん、しいよねこれ、うん、イカ、イカ、イカ、宇都宮餃子。お皿持っててくれる？これいい？うん、おいくつ？二ついいんじゃない？うわ、おいしそう。金谷ホテルオリジナル。あ、これね、食べたかったね。あ、ビーフカレーじゃない、ビーフシチュー。じゃあいただきますね。おお、すごいよ、ゴロゴロ、うん、よいしょ。わ、すっごい美味しそう。うわ、美味しそう。どうですか、うん、これに酢味噌。そう、酢味噌いいですか、うん、食べてみますよ。濃いの味。持ってきたのは一応フルボディで。フルボディ。じゃあ乾杯ですね。乾杯です、はい、いただきます。美味しい。ねえ、見てこの、ね、ここのさ、この分厚さ、ローストビーフ、すごい、すごいよね。これローストビーフからいってください。ちょっといい、うん、ほんとこれね、多分1センチ以上ありそう。すごい分厚い。いやー、ちょっといただきますよ。これってあれだよね、食べ放題の。そうだよ、何枚食べてもいいんだよ。え、何枚食べてもいいの。これで、これ私おソースじゃなくてこの、うん、からしでいいですか。どうぞ。見てこの厚さ、すごいね。いい色してるね。どうぞ。空のワインですね。空のワインですよ。美味しい。
味しい。うわ、ちょっともう一回。もう一回。スッてなくなっちゃう。スッて。ちょっとさ、これさ、食べ放題で出していいのかな。ちょっとソースつけてみるから。ダメでしょう。どうです。え、いいの。いいんですよ、きっと。いや、食べてないけど。おいしい。ワイはこれさ、うん、食べ放題のレベルじゃない。絶対違うよね。私、うん、これ金谷ホテルオリジナルのビーフシチュー、これね、食べてみたかったの、うん、でほら、あのお昼さ、うん、行ったじゃん、あそこの駅前ね。そうそうそう、駅前に。そこさ、ちょっと早すぎてランチやってなかったじゃん。やってなかったの。だから、あ、ここで食べれると思って、ね、食べていい。どうぞ。おいしい。食べてみて。手でいいよ。手でいい、うん、手でいいよ、うん、手でいいよ。本当。これね、マルゲリータにして、タバスコちょっと、まだ温かい、うん、タバスコ入れてきちゃった。いただきます。うん、うまい。3分待って焼きたて。ね、焼きたて。最高。エビ。エビと、はい、これ何？キス？キス。うん、好きだから。じゃあそれいただき。いただきます。いただきます。松のことぶき？うん。あのさっき飲んだやつね。熱か。これこうやって刺せるのかな。そうなの？おう。おう。で、これでいいの？で、ちょっとごめん、全然見えない。松のね、ことぶき。熱かんです。じゃあすみません。はい、乾杯。乾杯。あ、おいしい。熱かんだとまたね。違うね、あゆ、うん、です。かけます、レモンを。うわ、おいしそう。どうですか。いきます。おいしい。焼いてくれてたからね、うん、はい、釜飯。おいしそう、うなぎのね。そう、うなぎの釜飯。なんか出来上がってたのにさ、うん、熱いわ。なんかもう飲むのと食べるのに夢中だって。夢中でね。ちょっと混ぜますよ。どうぞ、お願いします。いい、うん、うわ、美味しそう。すごい、美味しそう。いただきます。すごいよね。すごいよ。美味しい。食べたい。これね、バニラがね、うん、そう、自家製バニラ。自家製バニラ、これが一番うまいんだよ。ちょっとアイス少なめ、うん、チーのお皿だから。ちょっと見せて。ちょっと待って。はい、自家製ジェラート。自家製ジェラート、これ美味しいらしいよね。あの、夜しかね、出ないよ。いいですか、大人ですけど、やっちゃって。はい、ここね、こすんじゃん。そう、そうじゃん。で、これでいいのか。うん。ちょっと子供、童心に戻りまして。いいじゃない。で、それと、で、あとは、うん。悩むね。これ。これ。うん。あれ？おう。うん。うわ、すごい。どう？いいじゃない。大人のパフェ。ね。泉。ミネコノミ、白ワインに、白ワインの氷入り、はい、ミネコノミでデザート。はーい、乾杯。すごいね。いや、これでいい、うん、入れて。レモンどこにある？レモンはないけど、ユズかあるじゃん。あるだ、これだ。え、これレモンだよね。で、ちょっと入れんじゃん。これで混ぜる。これどうですか。はい、おいしそう。じゃあ締めは、締めはビールと白ほのか、白ほのか、白ほのか、白ほのか とレモンサワー。はい、はい、乾杯。乾杯。すごい美味しかった。美味しかった。あ、美味しい。あ、美味しい。自分で作ったやつなんだけど、ビールやっぱ美味しい。私たちはビュッフェプランでしたが、個室でいただく懐石料理プランもございます。
和の伝統美と洋の艶やかさを合わせ持つプライベートな空間。前菜から始まりメインのお料理では地盤のブランド肉や四季折々の採れたて新鮮野菜を使用したお鍋をいただけるそうです。お子様料理もあるそうですよ。懐かし館地下1階にある石造り大浴場ゆり。天然石を使ったお風呂を楽しめる石造りの大浴場。湯の町館1階木造り大浴場渓谷の湯。木造り風の古き良き湯治場をイメージした広々とした大浴場。
私ですね、大の芸人、このようにですね、皆様にパフォーマンス芸をですね、お見せしながら、最後、皆様のお気持ちをですね、皆様のお気持ちを形に変えて、このような形でやらせていただいております。今日なんかも、鬼怒川温泉ホテルさんにですね、こちらのスペースをお借りして、このような形でやらせていただいております。もし今まで、強かった、面白かった、頑張れば何でも構いません。そんなお気持ちをですね、この箱の中に入れていただけるとですね、大変ありがたいです。今後もですね、活動にさせていただきます。ぜひとも、皆様のご支援、ご協力よろしくお願いいたします。これにて、Wパフォーマンスの終了となります。短い間でありましたけど、皆様、最後までご観覧誠にありがとうございました。ここで周辺情報です。鬼怒川温泉ホテルさんからすぐの場所に鬼怒川に架かる黒金橋があります。渓谷美と街並みに調和した鬼怒川のシンボルの橋。橋を渡ったところに鬼怒湖の湯がございます。無料で入れる足湯になります。鬼怒川渓谷の絶景と足湯を同時に楽しめます。弱アルカリ性単純温泉のお湯で温泉場ならではの足湯を楽しむことができます。またホテルから徒歩7分にお猿の山もございます。山頂では季節の移ろいを見せる山々の色を楽しめます。お猿さんがいて餌もあげれるようでしたよ。標高差300メートルを4分で進みます。往復大人1200円、子供600円です。ホテルから車で5分の場所には鬼怒立岩大鶴橋がございます。鬼怒川温泉街と立岩を結ぶ歩行者専用鶴橋。高さ約37メートルの橋上からは大岩を縫うように流れる鬼怒川の急流を眺めることができます。渡った先には沢底が透き通った美しい古釜の滝や立岩展望台があります。展望台までは約10分、滝までは約5分だそうです。昆布と鮭と何？これ見て。これは何ですか？はい、これ高菜の。高菜、じゃあ高菜。は書いてないけど。これじゃ高菜。高菜と。はい、と何？猪木さんこれ。だから5種類持ってきた。うん。そうですね。はい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。と梅干しと昆布とね。嬉しい。ありがとうございます。この味噌というのがね、うん、これうちのオリジナルなんですよ。あ、そうなんだ。だけど、はい、いただきます、はいはいはい。取れる？くっついてる。あ、取っちゃう。ね、これどっちに置こう。じゃあ行こう。そのままでいいのね。うん、これもらってくっちゃ。もらっていきましょう。はい。キウイと、うんうん、これね、そう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 、これいただきます。ここかな、うん、あ、
コーヒー牛乳も美味しそうだもんね。はい、はい、いただきますよ、うん、じゃあ明太子。はい、はい、あ、でかまぼこ、はい、安定のね、ちょっとこれこれこれ、はい、ね、うん、これじゃあほうれん草をいがきますよ、うん、珍しいよね、うん、しんなり程度にシャキシャキしゃぶしゃぶしだって、ね、これぐらいいっちゃっていい、もうちょっと入れる、あ、いい、うん、そんなもんだ、うん、すごい、しゃぶしゃぶしてしんなりするぐらい、うん、那須高原のね珍しいよね、うん、で、食感も楽しんでくださいだって、うん、これぐらいでいいんじゃない、いいかね、うん、うん、はい、しっかり水気切って、うん、はい、これで、あ、で、これでね、ここにこれ、あ、豆腐のと一緒なのか、一緒なんだね、じゃあ、あ、ポン酢ちょっとやる、うん、とあとこれ、そうそうそう、味が変身しちゃうかも、はい、美味しそうです、うん、はい、じゃあこれ一個、うん、有名みたいな、いただいて、うん、納豆ね、はい、ね、これは、あ、これを持っていくんだよ、うん、あ、これはいいのか、これはなんか、あ、でもちょっと持っちゃったから、うん、梅干しと、こう、あとこれは、じゃあこれで、すごいね、うん、さすが、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあこれね、トマト煮込みソースと、うん、お味噌汁一つお願いします、中入っても大丈夫です、大丈夫、作ってくれるなんて嬉しい、ね、ありがとうございます、じゃあもうこれせっかくだからいただきます、グリーンスムージーね、うん、小松菜だっけ、あ、牛乳の味もちょっとして、うん、目が覚める、あ、そう、ちょっと飲んでみな、美味しい、すっごい美味しい、うん、ちょっとバナナ入ってるかも、体に良さそう、美味しい、目覚めるよね、じゃあこれ高菜のオンリーね、いただきます、美味しい、美味しい、お米も美味しいでしょ、栃木さんでしょ、うん、美味しい、ね、少なめで、本当にちょっとで大丈夫です、栃木の本当にちょっとで、はい、わあ嬉しい、あ、それぐらいでいい、はい、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、いただきます、いただきます、はい、はい、失礼します、お腹がいいんだね、うん、同じもの食べて、ありがとうございます、はい、どうも、じゃあこれでね、いい、うん、まずわかめと、メンマね、メンマ、はい、ネギ、おネギ、だから胡椒、うん、胡椒かけてきます、うん、いいですか、うん、ほい、佐野ラーメン、佐野ラーメン作りたて、作りたて、あったかいうち食べよう、いただきますね、うん、あ、熱々、いただきます、うん、あっさりしてる、そうだよ、うん、いきます、ほんとね、シャキシャキしてるね、見た目に、お、失礼、いい、お、すごい、シャキッと、はい、はい、
うん、でお野菜をもらいに行く、ね、え、なんで聞こえたの？キャベツって聞こえた。トマト、あとコーン、あ、ツナがいい。ツナ、うん、こんな感じでいいですか？はい、こんないっぱいあるの。嬉しい、すごいね。どうしようかな。それで、うん、これ何？クリスピーベーコンだって。ちょっとかけちゃおうかな。はいはい。ちょいベーの。ちょいベーの。黒ごまドレッシング。ほら珍しい。ちょっと朝はフレンチで。フレンチね。すっぱりね。そう、すっぱり。これ何？鹿沼こんにゃくっていうの？うん、栃木の名産じゃない？うん、だから。さっきから気になってたのよ、うん、はい、で、あ、これ酢味噌、酢味噌かけちゃうからね。あ、美味しそう。はい、これ納豆開けます。納豆で、はい、おお。あ、でもこれは前のやつはここで直接なんだよね。あ、そうだよ ね、 これね、こういうのに入ってないでさ、でしょ、うん、で乗せますよ、はい、混ぜたやつ。いつも別々に食べるけど今日は、うん、ほらほらほら、あ、美味しそう。いただきます。どうぞ。美味しい、美味しい。あ、甘みがある。ちょっとあ、そう、タレに甘みがある。あ、美味しい。カヌマこんにゃく、うん、酢味噌で、これ食べたかったんだ、ね、これ美味しそうだよ。ちょっといただきます。ブル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 。なんかさ、昨日さ、おでんに入ってたのも同じ質感がちょっとザラついてる感じ、マット系みたいな、そんな感じでしょ。そうでしょ、うん、結構気に入っちゃって。結構弾力ある。そう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 、うん、どら焼き、黒糖どら焼きだよ。美味しそうだ。三つ入り、うん、これこう取って、うん、で中にどれがいい？粒あん、こしあん。こしあんでいい？こしあんがいいね。こうして、うん、あ、すごい取っちゃった、ごめんね。こうでしょ。ボリューミーだね。カスタード？いや、いらないんだよ。だからもうこの3つの中からだから、うん、あ、そうなの。うん、あ、そっか、うん、で、これでどら焼きの完成です。あ、どうですか。いいです。どら焼 き、 これこしあん、こしあん、これいいよね。ホットケーキのさ、あれもできるって書いてあったよ。まあ、パンケーキ、パンケーキ。あ、そうそう、パンケーキ、ホットケーキって昭和かだよ。これいただきます。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。おいしい。すいません、はい、すいません、おはようございます。鬼怒川温泉ホテルさんに宿泊した感想ですが、一番印象的だったのがスタッフさん皆様です。チェックインから始まり、ラウンジのスタッフさん、売店、食事会場、送迎のスタッフさん、本当に皆様がお優しい。特に朝ごはんの時にいらっしゃったおにぎりを作ってくれた方は最高に可愛くて元気でファンになっちゃいました。お食事のクオリティが高く、こだわりをとても感じました。飲み放題には白ほのかがあるのには嬉しすぎました。ラウンジのお菓子サービスもとても美味しく、おもてなしがすごすぎます。ご家族連れやカップル、お友達同士、社員旅行などなど、オールマイティに楽しめるホテルだと思いました。人気があるのが納得です。宿泊料金ですが、シーズンプラン、お部屋で異なりますが、私たちが宿泊した湯の町館和洋室のお部屋で1泊2食付き、大人2名で 36,432 円でした。とってもコスパがいいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。